よいしょ。今日は今エスクローに入っているハワイの不動産、あと少しで引き渡しなので片付けに来ています。そうなんです。この厳しいコロナ時代にでもですね、ハワイの物件をエスクローに入れることができています。そこで今日はこの厳しいコロナ時代にいかに早く高くハワイ物件を売却できるようにするポイントを3つご紹介します。それでは Let's jump into it。 アロハ、ハワイの天方エヴァンです。いつもチャンネル見てくださってありがとうございます。今日はですね、最近登録してくださった方々のために僕のプロフィールを簡単にご説明します。今僕はハワイで不動産の仕事をしておりまして、今8年になります。不動産会社を経営して4年目になりまして、コンドミニアムや戸建ての売買仲介、そして最近ではアパートの新築であったりですとか、一棟物、そして大型ビジネス、ホテルですとか、ゴルフ場の売買のご紹介なども、個人のお客様から上場企業のお客様まで幅広くお手伝いさせていただいております。ハワイに関しての本も2冊書いております。で、よろしかったらチェックアウトしてみてください。はい。今コロナの影響でハワイの不動産マーケットは非常にスローダウン始まっています。今までのこう 6,7 年のですね、グググイ上がってきたマーケットから完全にこういう感じになってまして、買い手の方はですね、様子を見ている人が本当に多いです。なので売りに出してもなかなかエスクローにどん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 入れづらくなるし、売りたいお客さんは値段をどんどん下げなくちゃいけなくなってくるようなマーケットに、いわゆる買い手市場ですね、にどんどんこれから今年の後半から来年にかけて変わっていくと思います。そんな中ですね、ハワイの不動産を売りたいなと思っている方、今日僕がご紹介する実際にすぐにエスクローに入れることができたポイントをですね、実践して、見てください。それでは早速まずポイントその1、それはですね、あなたのハワイの不動産、いわゆる商品ですね、これをいかに作り上げるかということだと思います。ハワイの不動産っていうのは全然リフォームしてなかったりとか、古臭いまんまだったりとか、時代感がもうバッチリ出てるような物件がゴロゴロしています。というのはハワイの不動産、今までもうずっと上げ上げだったので、実際にですね、ほとんど手を入れなくて直さなくても正直売れてたんですね。だけれどももう時代は違いました。完全に変わると思います。だって考えてみてください。この2つ不動産があって、1つはもう綺麗に直してもう全部やり、もう直すところないというのと、全然直してない汚いままの物件、同じ値段で2つあったら、あなた一体どっちを買いますか？答えは簡単ですよね。なので、お金をちょっとでもかけてもですね、物件をきれいに仕上げる、それはですね、一番手っ取り早い方法は塗装ですね。塗装、こういうところ、この物件はですね、まあ壁すべて塗装してます。はばきもきれいに塗装して、色を変えるだけで、まあリフレッシュ感絶対出ますよね。階段の手すりも全部やってます。塗装っていうのは低コストでできますので、これは絶対におすすめです。あとはですね、例えば絨毯なんかもしあるんだったら
これも全然高くないので、それでもね一番安いやつだと本当安っぽいんで、ちょっとまあ中の下ぐらいのやつを、絨毯は安いのでこんなのも交換しちゃった方がいいと思います。あとはですねやっぱり、ステージングですよね。こんなのもステージング、こんなのもステージングですし、こういうのもこういうのも全部ステージングです。コンクッションもそうですし、プラント、こんなのも見てくださる方に住んでるイメージ、使ってる時のイメージをしてもらうっていうのは非常に大事なので、ステージングはもはやマストだと思います。続きましてポイント2、それは作った商品をどう見せるか、ここですね。その見せ方ですけども、まず一つ目は写真。写真も一眼レフで広角で明るいよう、写真ですね、これをもう撮らないようなところはもう絶対頼まないと思うがいいと思います。写真はもう広角で撮る綺麗なやつ、これはマストです。続きましてビデオ。ビデオ、今インターネット時代でもビデオの時代と言われてます。不動産も昔はですね超高級物件しかビデオなかったりしたんですけども、10万ドル20万ドルの物件でも今はビデオが非常に大切になってきていると思います。センスのいいつなぎ方で音楽とかつけてそこを使ったりとか住んだりしている時のイメージが湧くようなビデオはもうマストだと思いますね。そして3つ目、これ一番重要です。コロナ時代で一番重要なのはバーチャル内覧です。バーチャル内覧っていうのはインターネット上でもうクリックしていくと実際にその辺に行ったような移動しながら物件を見れるようなソフトですね。これを今ないとですね、コロナで物理的に行けない人とかもたくさん増えてる。あとはオープンハウスが今できないので、オープンハウスだいたいなかなか物件まで足を運んでもらえるような機会は減っちゃってるんですね。なのでこれバーチャル内覧があるとですね、相当イメージをイメージが湧いてくるということで、この3つ一番大事だと思います。そしてポイント3、これはですね多少の差し値割引は覚悟すると。仲介する人間から言って、お前なんでそんな安く売るようなことをアドバイスするんだっていうふうに言われそうなんですけども、今ですね売り主さんの目線というのはまだここなんですね。もうマーケット変わってるんですけども、目線まだこの辺なんで、なかなか差し値とか割引に応じてくれるような方が多くない。でもですね、僕の考え方はこれからどん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 マーケット悪くなります。今年後半から来年にかけて間違いなく不動産ある程度価格調整入ってくると思うんですね。でどん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 買い手市場になってくるんで、今ここで売っとかないとずっとマーケットに残っちゃう可能性がある。そしたらその時にもうちょっと下げないと売れなくなっちゃう時の可能性もあるので、早めにですね現金化しておく。そしてマーケットがこういう風になった時に不動産なり株なりで、まずキャッシュポジション持っておけばまた投資ができますので、この時に備えると、その方がまああれですね、身を切らして骨を断つではないですけれども、今売りたいなと思っている方は多少ちょっと我慢してでも現金化しとくっていうのが本当に大事だと思いますし、後で絶対それをやってよかったなって思う時が来るなって僕は思っています。いかがでしたか。ハワイ不動産ご検討中の方、参考になれば幸いです。弊社オーシャンズリアルエステートでは売却ご依頼のお客様には一眼レフによる写真撮影、動画の撮影と編集、そしてバーチャル内覧のソフトウェアのセットアップ、この3点を無料でご提供していますので、ご興味のある方はぜひこの下のフォームからですねご連絡ください。
それでは I will see you in my next video. アロハ。よっ。